はい、おはようございます。本日の入荷速報です。まずは水イカ 0.7 です。これはキロ2000円で計算します。はい。そしてマダイ、3.4 キロですね。メスの、久しぶりに取りましたメスの量計なマダイです。アイシャドウも入ってます。はい。そして、と引き味、まあ、これちょうどいい大きさですね。1キロ前後です。そしてモンツキ、ちっちゃいですけどしっかり渋ダイしてると思います。それからタチウオですね。今シーズンぼちぼち今やっと取れ始めてます。この前が少量だったけど今日は結構な量でした。ドラゴンですね。ドラゴンはこれもキロ2000円でこれ 1キロちょっとぐらいですね。はい。あ、2000円ないドラゴン1500円に今日は値下げさせていただきます。結構取れてましたんで1匹が2000円程度になると思います。あと通常の細い手のタチですね。はい。で、はい、次で注文の、はい、いつものように新鮮なマアジですね。はい。それから定番のもうちょっとで終わってくるんですけど練り鯉ですね。お刺身でおいしさっぱりしてて美味しいと思います。今日の暑い日とか。はい。そして煮べが1匹ですね。今日はとグーチー、金フグが1匹です。はい。で、オニエバ、はい、まだ閉まってません。キラスズキも1匹ありますけどこれちっちゃいですね。はい。以上で中は終わりです。はい。続いて小物です。まずは水ガマスですね。水ガマスももう秋が近づいてきて大きくなってきました。魚寿司とか最高です。塩でよく締まる魚なんで加工用とかには最高な魚です。で、豆アジです。続いて、はい。そして、これも定番、今年はよく取れてます。本当にこの平間の子供ですね。はい。これも練り子で、今シーズンちょっとなんか少ないなって思ってるのがこのメッキですね。はい、エヴァですね。これはちょっと今年は少ない感じです。そして、どういうわけか取れやまないコールメイですね。はい。まだまだ暑いんでこれをお刺身で食べたらどうでしょうか。はい。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。